これ多分ちょっと路地裏に入った方がいいのかな、ちょっとそうかもね。だからお休みださん、食べに出かけ、頭を冷やしてきます。いいね、なんかやらかしたうわ、でもこの前の家とかちょっと苦しそう、鈴木家。うまいね。配給所だって。配給所。白壁の町、倉敷といえども、白壁じゃない。はい。はい。やってまいりました。やってまいりました、倉敷。これは倉敷駅前にある、あの、一番街という商店街で。一番街ふれあいって。そうですね、知ってますか？知らない。通ったことありますか？はじめまして。はじめましてです。昔ね、はいはい、大人の遊び場があったと。この倉敷美観地区の近くの近くにそういう大人の遊び場のスポットがあったということでね、今回ちょっとその足跡を見つけていこうかなと。散策していきたいと思います。はい、はい、じゃあスタートで。あ、いいね。多分ちょっと路地裏に入った方がいいのかな、ちょっと。そうかもね。思ってたからちょっと。県名で、岡山さん。県名で。そう、岡山の人しかわかんないワードですけど。ボッケーとかな。ボッケーってのは何ですかね。ボッケーっていうのは、すげーってことよ。ボッケーすげーなるほどね。ね、ちょっと、なんかビルディングが。なんか夜はこの辺ちょっとなんか大人の遊び場になるの？書いてるよ。なんか書いてる。でながらお休みさせ、食べに出かけ、頭を冷やしてきます。いいね。なんかやらかしなんかやらかしたんだろうね、ちょっとね。ボードかな。ライブスタジオがある。これこんなんあったんだ。アートが。でもテレフォンスポットがない。電話あるかと思ったらなかったよ。結構レトロな。レトロ。さ、岡山にいたとき全然クラシック回ってないね。そう。ほんのすぐ。そうなるよな。絞り公園とか行った？絞りはな、高校のときに行ったぐらいじゃない？なんか無料券みたいなもらってみたいな、地元のなんか人みたいな。あ、そんなんあったの？うん。そうなんかもう潰れてるんですけど。うん、ほんまな。あ、あっち行ってみる？はい。泥棒に注意。この泥棒猫ぐいぐい進みますね。そうっすよ、もう猫が、うん、よし。うわ、でもこの前の家とかちょっと苦しそう、鈴木。うまいね。なんかここで、うん、深夜食堂とかいいね。はい、営業してるのかな。うん、スナックがあったりとか。遠くな。よな、ちょっと。めっちゃ山の中に来たような感じ。もうこの地でさ。すごいね、いい名前が。怖い怖い。やってんの？めっちゃほら。お家でカフェ。
配給所だって。え、配給所、あ、給食屋さんだろ。いや、なんか、まあなんか配給するんじゃない、お米とか。ああ、なるほどね。なんじゃこりゃ、すごい、なにこれ、なんか、なんか怖いけど年金の付与への、あ、絵描きみたいな感じかな。猫ちゃんが好きなのかな、猫ちゃんの動物が。白壁の町、倉敷といえども白壁じゃない、赤壁。主張が強い感じで、ね、ちょっと邪悪な感じが。結構ね、伝統的な感じの場所もあったりとか、うん、結構古い感じな、ちょっとなんか変な雰囲気がしてますけどね。ところがあるんだなっていう感じ、ねね、その風俗営業のお店がありました。実際にあったということで、はい、どうでした、今回スピチューブしてこんな感じで。あ、下ネタ系で行くの？いや、まあそのこれが下ネタなのか分かんないけど、下ネタじゃないね、その歴史的な部分でもあったり、そうね、そうね、あのね、その昔ながらの街並みを大事にしようというか、うんうん、あったりね、ね、スッと入ったところにあるよ ね, ね、なんかもうちょっと行こうかなみたいな感じで、うん、昔の人も行っとったんかなって感じ、こういう街並みの、うん、というわけでありがとうございます。ありがとうございました。また次回も、まだねもうちょっと行ってみます。 OK、 飯もあるやん、なんかお腹減ったんか。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、改めまして、改めましてお久しぶりです。お久しぶりです。はい、お疲れ様です。元気してましたか？もう日々忙しくして最近なんかイクミちゃんポールダンサー、ボールダンス始めたって聞いて、そうめっちゃ気になってて新さん、雑誌を見ててポールダンスの体験ってなって行ってみようみたいな、あれすごいいいんじゃない、体にそういろんな筋肉使うから、なんか柔軟が大事っていうのを知って、私体柔らかい方ってずっと思ってたけど、意外とやっぱり足、なんかピンってならん、このいや、タンタンとなんかすごい上がってって今日より明日みたいな、どんどん今日より明日、あ、そう明日より今明日に戻る、まあそうだ、大事、で今が大事、大事なのは今が大事、まあ、今何をするかによって、どんなことするかによって、まあ、明日に響くんだよ、まあ、今日が充実すれば多分明日もね充実するんじゃないかと。時間は平等だからね、そう頑張りましょう、はい、頑張りましょうフラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画を
グッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。